このチャートを用いて、聞いていけたらと思っておりますと、はい。で、こちらは何かと言いますと、弊社の方で作成したのですが、セキュリティの機能のマッピングでございます。で、見方としましては、真ん中にセキュリティがあって、そこから領域ごとに分岐していってるような形でございます。なので、オンプレの領域があったりとか、あとはクラウドの領域があって、そして、スレッドインテリジェンス関連があって、IoT があって、みたいな、そんな見方ですね。はい。で、そこからですね、さらに、細分化していきまして、末端に行き着きますと、その領域を保護するセキュリティのファンクションに、行き着きます。はい。で、これらですね、すべてゼロトラストを実現において、必要な機能といっても過言ではないと思うのですが、そうなると、結局どこから導入したらいいのかという話になると思いますので、その中でも特にですね、よく出てくるといいますか、重要となる、ファンクションを、黄色く、ハイライトしておりますと。はい。なので、先ほどトレンドさんもおっしゃっておりましたが、ゼロトラストってあくまで、概念で、製品を入れて、はい、できましたというものではないのですが、その中でも、やっぱりこの黄色くハイライトされているものというのは、ゼロトラスト実現をサポートするにあたって、重要な、ファンクションであると、考えておりますと。はい。で、ここからですね、このチャートにのっとって、トレンドマイクロさんの方で、どこをカバーしているのか聞いていけたらと思います。ではですね、まず、エンドポイントのところからいきましょうか。ここら辺もう言わずもがな、部分もあると思うんですが、いかがでしょうか。はい、エンドポイントのところは、そうですね。今、法人向けにメインで出しているのは、APEX-1 というのが EPP はでい。ありますね。はい。はい。トレンドマイクロ APEX-1 および、それの SaaS 版、SaaS 版の方をメインにしてますけど、APEX-1 SaaS っていうところがあります。で、EDR は、今、弊社ではですね、EDR という名前では出してなくて、後ほどちょっと話もあるかもしれないですけど、XDR、トレンドマイクロ XDR という形で提供させていただいているということになります。あ、ありがとうございます。はい。ということは、エンドポイントのアンチェルサービー EDR というのはコテックされているというところですね。はい。で、もう一つですね、エンドポイント周りで言うと、UEM、ユニファイドエンドポイントマネジメントですね。いわゆるデバイス管理的なものも、求められると思うんですが、ここはいかがですかね。デバイス管理というところは、そうですね。今、うちでは提供していないという感じですね。はい。わかりはまい。した。です。なので、ここはサードパーティーのものを使ってくださいそうとでいうようすな案ね。内になはい。りますですかね。はい、ありがとうございます。そしてですね、オンプレの方で、もう一個、ネットワーク周りなんですけれども、ここら辺も結構やられてるイメージを持ってるんですが、いかがでしょうか。はい、そうですね。ネットワーク周りは、当社でいうと、ディープディスカバリーシリーズというのがありまして、パケットの精査で、俗に言うノース、サウスのトラフィック、とかネットワーク内外のトラフィックだったり、ネットワークの横展開っていうところの監視は行ってます。わかりました。この中のカテゴリーで言うと、NTA となんかサンドボックスみたいな、そんな感じですかね。そうですね。ネットワークトラフィックのアナリシスとサンドボックス、そうですね。はい。なので、トラフィックもそうだし、あとは、ファイルの、サンドボックス環境で実行して振る舞い見てみたいな、そういうこともやられたりするんですかね。そうですね。で、あとは、メールに特化したサンドボックス、ディープディスカバリーシリーズもありますので、メール自体をサンドボックスに送って、ハンドルするというところも可能ですね。ファイルとメール、そうですね。わかりました。そのメール版だと、例えば、なんだろうな。本文に書いてある URL に実際にアクセスしてみて、マルウェアサイトに行かないかどうかとか、そうそういうでとすころを見ね。るような感はい。じあとは、添付ファイルですね。ですね。はい。わかりました。ありがとうございます。はい。ではですね、今度はクラウドベースの、セキュリティの方へ行ってみましょうか。はい。いわゆる、巷では、サッシーと呼ばれておりますが、この右側にですね、サッシーのセキュリティ部分を、載せておりますと。はい。
では、ここら辺で、カバーされているところを羅列していっていただければと思います。はい、じゃあ上からいきましょそうう。ですね、はい。セキュアウェブゲートウェイ。はい。で、この側と、この中で提供している部分でサンドボックス。ここはごはざい。いますね。はい。で、あとは、キャスビーというところで、許可されているアプリケーションはい。に対して、その中を、ちゃんと見て、判断をするという意味での、キャスビーという意味だと、ここはトレンドマイクロを持ってます。なので、まあ、いわゆるよく使う、主要な SaaS と API で連携して、で、すでにアップロードされているファイルのスキャンをしたりとか、アクティビティログを引っ張ってきたりとか、そういうようなものですかね。はい、さようでございます。はい、ありがとうございで、ます。今日、GTNA の部分は、少しお話ができるかと思ってあ、はます。い、ありがとうございはい。ます。で、この中で言うと、先ほどの SWG の中で DLP は持っているので、はい。ここですね。はい。今、マークしていただいているところが、それぞれ今、トレンドマイクロでカバーできていはる。い。ありがとうございます。一旦ですね、ちょっとカバレッジを整理させていただいて、そうん。の後に製品名入れていけたらと思います。はい。はい。では、ここら辺いかがでしょうか。特に先ほどメールみたいな話も出たと思うんで、このクラウドベースの、メールセキュリティというのは、やられている印象を持っているんはい、ですそが。ちらございます。はい、ありがとうございます。あとですね、最近、パブリッククラウドをお使いの企業様も非常に多いと思っておりまして、で、そこの監査をする CSPM であったり、クラウド上のワークロードを保護するための CWPP、クラウドワークロードプロテクションプラットフォーム、なるものも、最近、いろんなところで聞くようになってきたと思うんですが、ここら辺のカバレッジいかがでしょうか。そうですね。状態の管理であるとか、ワークロード。そこで言うと、コンテナも含めてですね。なので、その下の OS、コンテナ、サーバレスも含めて、ははい、い。ここは、一連の製品群でカバーしているはい。形になりまわす。かりました。了解です。はい。左下行きまして、ここら辺いかがでしょうか。先ほど EDL の部分で XDL みたいな話も出たので、もうここは言わずもがなやられてるんじゃないのかなとはそうです思っね。てるんですが、はい、OK ですかね。はい。SIEM とか SOA っていかがでしょうか。ちょっと XDR と似ている部分もあるかなとは思うんですが。そうですね。この後ご紹介する Vision One のが、一部 SIEM 的な機能もあるとは言えるんですけれども、はい。一旦一応 SIEM SOA としては提供していないというなる形ほど、になるりほますど。ので、ぽいことはできるんだけれども、SIEM 的ではな、ないということでではす提供ね。しないと言いました。了解です。はい。あとですね、ここら辺いかがでしょうかね。スレッドインテリジェンス持ってないセキュリティメーカーさんとかいないと思うんで、もう一旦聞くまでもなく、色塗りしてしまおうと思うんですが。はい。あと、例えば、スレッドハンティングのサービスとか、あとはメーカーとしてのソックサービスとか、あとは、MSS ですね、マネージャーセキュリティサービスとか、そういったところいかがでしょうか。この中で言うと、そうですね、ハンティングのはとい。ころと、あと MSS ですね。はい。ここは提供していると言えるんじゃないかなと思いきます。ました。了解です。なので、サービス料を払えば、御社の方で、スレッドハンティングしてくれたりとか、そういった形なんですかね。ハンティングに関しては、ビジョン1の中のですね、なるほど、なるほど。いわゆるスイーピング機能と。言ったようなもの、サービスとして提供しているっていうのも一部なきにしもあらずですけれども、ビジョンの機能として提供しているっていう感じですね。わかりました。了解です。はい。あとですね、ここら辺っていかがですかね。まず上の IoT のところ方からでいきす。ましょうか。なんか、ここら辺も結構やられてるような印象を持ってるのですが。そうですね。ネットワークで、IoT なので、直接ウイルス対策が入らないものに関しては、ネットワークでやってみたりだとか。あ、そうなんですね。はい。はい、ありがとうございます。なので、IoT のセキュリティのアプローチとしては、おっしゃっていただいた通りで、ネットワークベースで、制御するものと、あとはですね、そこに組み込むような形も取れると思うんですけど、こっちはいかがですかね。そちらの方も、許可リストという形で実行して良いアプリケーションのみを実行させるという仕組みで、提供わしかておりりまます。した。はい、ありがとうございます。
あとですね、まあ、ここら辺、まあ、開発周りの、セキュリティなどを載せているんですが、いかがでしょうかね。そうですね。先ほど右下の一連のクラウドのワークロードのところでお話した製品は群い。で、ラスプに関しては、はい、はい。わかりまし対応た。できているという言いは方ができい。るかと思いまランす。タイムアプリケーション、セルフプロテクションですね。ははい。い。ございます。なので、まあ、ここで少しお伝えしてしまうと、アプリの中に、まあ、その保護モジュールを組み込んで、まあ、ランタイム保護しようみたいな、そういう、まあ、割と新しめのアプローチですね。はい。という形です。一旦こんな形でしょうかね、カバレッジ。あとは、上で言うと脆弱性のスキャンっていうところですかね。あ、はい、わかりました。この脆弱性スキャンもいろいろとあると思うんですけれども、どういう形でスキャンされるんですかね。基本的には、各企業内でご利用いただいている端末の方に脆弱性があるかないかはもちろん判断はしますはと。い。エージェントベースで判断はします。で、その上でトレンドマイクロとしてあるのは、その中でも特にこう悪用されているもの、理論的にあるものではなくて、もうすでに世界中で使われている悪用の事例があるみたいなものを特にハイライトして出すという、もう少しちょっと踏み込んだアプローチをしています。これなるほど、もなるほど。話をしているビジョン1の中での機能でございます。あ、わかりました。了解です。なので、まあ、後ほど深くお聞きできたらなと思います。はい。なので、まあ、一旦、カバレッジを、整理すると、こんなところですかね。はい。というところなので、ここからですね、製品名を聞いていけたらと思います。はい。ではですね、またエンドポイントのところから行きましょうか。はい。こちら、先ほど Apex One はみい、たいそうでなおすね。話はい。がありましたが、はい。Apex One はい。と、まあ、それの SaaS 版で Apex One SaaS ですね。はい。をわかりまし提た。供しております。Apex One。これ、旧ウイルスバスターですかね。そうですね。旧ウイルスバスターコーポレートエディションあ、わでかりすましね。た。はい。了解です。はい。で、これが、まあ、SaaS 管理のものもあれば、オンプレ管理のものもあるっていうそう認です識ね。で。はい。両方わか提りまし供た。させていはただいておい。りあまりがとうございす。まはい。す。プラス EDR は、この Apex One としては提供されておらず、また別で提供されている形ですかね。そうですね。はい。まあ、XDR という名前で、はい。別に提供しておりまあ、す。わかりました。はい。この XDR って、まあ、セキュリティの一般用語でもあると思うんですけど、御社としてはこれ製品名としても使ってるような製品形名でとすしてね。も使ってますあ、ね。はい。わかりました。了解ですね。ややこしいですね。なんか、XDR がって言ったら、その EDR のことを指してるのか、もしくは 一般的なそうですね。センディテクションアンドレスはポンい。スを指してるか。はい。はい、わかりまし少た。しややこしいですけれども。はい。はい。これ、なんか、例えばトレンドマイクロ XDR みたいな感じでついたりもしないんですかね。なんか、TM ってよく御社つけるじゃないですか。はいはいはい。そうですね。トレンドマイクロ XDR という名前で出してますね。あ、なるほど、なるほど。じはい。ゃあ、TM みたいなのつけたら、ちょっとわかりやすくなりますかね。まあ、少し、そうですね。はい。はい、わかりました。じゃあ、ちょっとこれでいきましょはう。い。はい。で、ネットワーク周りいきますと、こちらが、まあ、ディープディスカバリーインスペクターみたいな話ありましたね。はい。なので、まあ、DDI と略してしまはい。はい。います。はい。ました。で、サッシの部分いきましょうか。こちら、いかがでしょうか。まず、SWG サンドボックス DLP の部分ですね。はい。そこがトレンドマイクロウェブセキュリティというものになります。はい、はい。わかりました。了解です。で、DLP も、この SWG の中の一ファンクションとして提供されてるっていうはい。感じですね。はい、了解です。プラスアルファ、ここはまた別でご提供されている形ですかね。そうですね。先ほど、竹下様の方でご紹介いただいた CASB の方がトレンドマイクロのクラウドアップセキュリティですね。TM CAS と呼んでたりします。はい。で、ゼロトラストのネットワークアクセスの部分が、今回を取り上げていただいているビジョン1の中ですね。はい、わかりました。
です。ちなみにあのキャスビーってまあ先ほど、説明させていただいた、まあ、API 連携するアプローチと、もう一個あのシャドウ IT をの、利用を可視化しようみたいなあの、まあ、意味合いもあると思うんですよ。でそれは、はい、この TM キャスじゃなくて、TM、Web セキュリティの方でやるようなイメージで合ってますでしょうか。アンサンクションのはい、そうです。SaaS の可視化は、ビジョン1の方で取り込んでいってます。なんとなんと、わかりました。了解です。それは、じゃあ、ここの SWG のログをビジョン1か何かに入れて、そっち側で可視化するみたいな、そんな形ですかね。そうですね。で、あとは、後ほどお話も出てくるかと思うんですが、他の主要な SWG のログからというところになるので、はい、なるほど、限らずというと。ああ、じゃあそこはもうトレンドマイクロさんの製品に限らずというところですかね。はい、はい、ありがとうございます。ちょっと後ほどあのいろいろ聞くのが楽しみになってきました。はい。で、右下の方いきますと、まずメールいかがでしょうか。はい、メールは、先ほどこれもご紹介になった主要な、SaaS 型のメールです と、連携をするものとして TM キャスが一つあるのと、であとはゲートウェイ型ということでトレンドマイクの E メールセキュリティというものがございます。はい、はい、今まであのご利用いただいたインタースキャンシリーズというものの、クラウド版ですね。ゲートウェイメールセキュリティのクラウド版で TM、EMS という呼び方をしてたりします。はい、E メールセキュリティです。これはトレンドマイクの E メールセキュリティの略ですかね。はい、わかりました。ありがとうございます。この TM キャスト、TMEMS の中、メールセキュリティにおける住み分けってどういう形なんですかね。EMS は、まあ、今まで通りインタースキャンシリーズという、まあ、ゲートウェイ型ですね。あくまでもお客様のメールサーバーとインターネットの間にあって、はい、ゲートウェイ的に止める。はい、TM キャストは、特に Office 365だったり、Google 等お使いのお客様が先ほどご紹介になった E メールの中まで見て判断をするというお使いをされる場合、うん、あとは、うん、もちろんそちらにストレージの機能も、ついてるかと思うので、そこをまとめてご利用されたい場合には、はい、TM キャストというところでご紹介をさせていただいてます。なるほど、なるほど。わかりました。なので、まあ、ネットワーク的なアプローチなのか、まあ、そうじゃなくて、API とかで、なんかを深く見るようなアプローチなのかの違いっていうようなことですかね。あとは、メールサーバー、お使いのメールサーバーに合わせてという、お客様起点ですね。うん、なるほど、なるほど。はい。わかりました。はい。で、プラスアルファで、パブリッククラウドの方、いかがでしょうか。はい。ここ、いくつか製品は分かれてるんですが、ファミリー名としては、クラウド1ですね。クラウド1。まで、はい。クラウド1というところの下にファミリーとしていくつか、名前で言うと、コンテナセキュリティ、名前の通りのコンテナセキュリティとありますので、はい、そちらのファミリー群でそこをカバーして。あ、じゃあここが、まるっとクラウド1という、まあ、ファミリーで提供されていると。で、さらに、先ほど、ラスプも、なんかこのタグで提供されているという話があったと思うんですが、その認識で合ってますかね。はい、結構です。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。で、左下行きますと、まずこの XDR というのが先ほどから、名前がちらほら出ている、ビジョン1でよろしいですかね。そうですね。はい。はい、ありがとうございます。はい。で、まあ、ここら辺は、まあ、これ名前ついてないですよね。そうですね。はいはい、まあ、なので、まあ、このスレッドインテリジェンスというのが、多分まあ世界中でインストールされまくっている、この、まあ、APEX-1 とか、あとコンシューマー向けだとウイルスバスターとかですかね、とか、あと国内のネットワークとかの、もう、ログとか、過去のインシデントとか、そういうの全部収集された上で、まあ、自社の検出に使っているみたいな、そんな形ですかね。はい、そうですね。はい、わかりました。ありがとうございます。ではですね、IoT の方、行こうと思うのですが、こちら製品名いかがですかね。はい、そちらは、当社の TX というシリーズで、対応させていただいてます。あ、わかりました。TX1 かな。TX1、はい、はい。了解です。ありがとうございます。
ちなみに、御社、製品名にワンがつくこと、すごく多いじゃないですか。クラウドワン、TX ワン、ビジョンワン、エピクスワンとか。これ何かこだわりがあったりするんですかね。もうなんか、ナンバーワンを目指すぞ、みたいな、そんな感じですかね。まあ、そうですね。それももちろんありますし、あと、まあ、今後、まあ、我々の認識としては、セキュリティベンダーの統合であるとか、セキュリティ製品の統合みたいな形が進んでいくというふうに。まとめるみたいな、そうなんです。クラウドのセキュリティだったら、例えばクラウド1っていうの中に、まあ、それをまあファミリー名として、その下に、まあ、細かい機能を追加していく。で、ビジョン1ですと、今日ご紹介しますけれども、セキュリティの、まあ、全体的な可視化を行って、まあ、その中で、インシデント前だったらゼロトラストだし、インシデント後だったらディテクションレスポンスだしっていうようなものを、まあ、その中で提供するっていう、まあ、ちょっとプラットフォーム化っていうところも一つキーワードとしてあるんですけれども、なるほど、はい、そのプラットフォームの名前としてクラウド1だったりとか、ビジョン1だったりとか、APEX1 だったりとかっていうのをつけてるっていうか。わかりました。非常に覚えやすいですね。はい、ありがとうございます。では、最後、この脆弱性のところいかがでしょうか。これ、バルネラビリティ1とかですかね。そうしますと。あ、それは違う。ありがとうございます。それ、まあ、ワンシリーズですが、ビジョン1の中の一つの要素になります、はい。了解です。はい。ありがとうございます。ではですね、ここから、まあ、先ほど一つにまとめるみたいなお話もあったと思うんですが、そうなりますと、当然、まあ、いろんなものが連携していくと思います。なので、各製品間の連携関係も、記載、していけたらと思います。はい。ではですね、どこを起点としたら良さそうですかね。やっぱりビジョン1ですかね。おそらくここが先ほどからのお話ですと、まあ、いろんなものを束ねる役割なのかなと認識してます、ね。はい。おっしゃる通りです、ね。はい、じゃまず、はい。ビジョン1とどうでしょう、オンプレ周り、これは全部連携するような形ですか。オンプレ周り、そうですね。ディープディスカバリー、インスペクター、APEX1、および、トレンドマイクロの XDR ですね。はい。はい、いました。では、すべてに線を伸ばしていきましょう。はい。で、クラウド周りはいかがでしょうかね。この TMWS であったり、TMCAS とかそこら辺ですね。はい、クラウドアップセキュリティがつながりますね。はい。はい。あと、クラウドワンがつながります。はい。わかりました。あとは、ログを連携させるという意味だと、先ほど、お話ありました。TMWS、ウェブセキュリティの方もログの提供の方はできます。はい、了解です。まあ、基本も、じゃあ、ほぼすべてって考えれば大丈夫ですかね。はい。ました。ここの、まあ、IoT とかはいかがですかね。は現状、これからというところですね。わかりました。了解です。はい、なので、まあ、エンドポイント、そしてネットワークで、クラウドベースのセキュリティ、まあ、ほぼ大半ビジョン1と連携するといった形ですね。はい。なので、一旦ここで、まあ、どこをカバーしているのか、そしてその製品名は何なのか、製品間の連携関係は何なのかが、整理できましたので、改めて、全画面で、見ていきたいと思います。はい。なので、そうですね。やっぱりまあ、トレンドマイクロさんって、エンドポイント、セキュリティのイメージが非常に強かったと思うんですが、こうやって全体像を見てみると、まあ、非常に広いカバレッジを持ってるな、というのが、わかると思います。はい。ありがとうございました。ありがとうございます。